リード化合物とは医薬品開発において生理活性を持つ化合物でその化学構造は有効性結合選択性薬物動態学上の指標などを改良するための出発点として用いられるリードとは最終的な新医薬品を導き出す化合物という意味である新規に開発された生理活性を示す構造は安定性 安全性など実用的な薬らしさに欠けることがあり、動物試験や臨床試験へと進むためには科学的改良を必要とする。リード化合物は開発候補と呼ばれることがある。これはリード化合物の発見と選択がその候補の全臨床及び臨床開発に先立って行われるからである。リード化合物を発見する前に 合理的医薬品設計のための適切なターゲットを生物学的妥当性に基づいて選択するか、または複数のターゲットに対する潜在的リード化合物をスクリーニングすることによって特定する必要がある。薬物ライブラリーは多くの場合、化合物が関心のある受容体を阻害、または作動する能力をスクリーニングし、それらに対する選択性を決定できる。 ハイスループットスクリーニングによって迅速に試験される。発見された活性化合物はヒットと呼ばれる。リード化合物は様々な異なるソースから発生する可能性がある。リード化合物は天然物の,の特性評価、コンビナトリアルケミストリーの採用、あるいは合理的医薬品設計のような分子モデリングによって発見される。 ハイスリュープットスクリーニングによってヒットした化学物質もリード化合物になる可能性がある。リード化合物が選択された後、リード化合物の最適化を行う必要があり、これには化合物をより医薬品らしくすることが含まれる。ここでファイザーの法則、または単に5つの法則とも呼ばれるリピンスキーの5つの法則が登場する。他にも、 化学物質の製造のスケールアップのしやすさなど考慮する必要がある。ありがとうございます。